87月1430配信、プレーの選択でミスばかり、と批評を受けた久保は、後半戦の追い上げで昨シーズンはベルギーリーグで3位に滑り込んだ変と迎えた新シーズンは、国内リーグ優勝とヨーロッパリーグ、EL、での活躍を誓って挑んでいた。しかし EL では、オーストリアリーグ4位の小クラブ、アルタハに良いところなく1分け1敗で3回戦予選敗退が決定し、早々にヨーロッパでの戦いが終焉。さらにヘントはベルギーリーグ開幕戦でも格下のシントトロイデンに23で競り負けた怪我人続出と守備の崩壊、そして自慢のパスワークでミスが散見したということもあって、今のヘントは病気だ、と国内メディアの厳しい論評もある。それだけに現地時間8月6日に行われた2節のアントワープ戦は、勝利、という特効薬が何としても欲しいところだった。そんなヘントの前に立ちはだかったのは、開幕節で名門アンデルレヒトと好ゲーム、0-0、を演じたアントワープの、赤い壁、だった。この試合で前線を1トッププラス2シャドウのシステムにしたヘント、その左シャドウとして先発した久保雄也は、前半から積極的果敢にシュートを放つも、いずれも相手守備網に阻まれる FK も的が定まらず、大きく上へ吹かしたならばドリブル突破をと意気込んだ久保だったが、1人、2人までは抜いた後、3人目はどうしてもかわせない。それゆえベルギーメディアは、プレーの線。Take a look.